い、どうもタイガーです。お疲れ様です。引き続きですね、オジハウで、ソロリーグで、1700を目指したいですね。はい。今1666、あと34。ここでもね、頑張って稼ぎたいなと思います。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは、オジハウエルフですね。引き続き、やっていきます。さあやっていきましょうか。現在ね、スライムのキャラ強ピーグランプリやってるんで、結構さ、ね、スライムとの、マッチング率が高いなと思いますが、まあ、スライムね、結局ね、裏何かわかんないんだよな。まあ、スケルトンが一番怖いんで、スラスケだと思って立ち回ろうとは思うんですけど、まあ、なんで怖いかって単純に迎撃引かなかったら済むからですよね。攻めれっかな。いきますか。一応カニ引いてるんで、あ、これですね、このガッタガッタしてる配置ね。これ本当にオジハウからするとマジで無理です。何もできない配置っていう感じなんで、どうしようかなって感じですけど。さあ、スケラビ。まあ、取られてしまうと。まあ、しゃあなしですね。で、あられか。多分スラスケっすね、この感じ。はい。多分スラスケだと思うんですが。そう。できれば、ラビットもいるんで、ここはね、なんとかね、剣士で抑えたいんですよね。ちょっと様子見で、エルフ虹エルフだとね、一方的に殴れるんですけどね。まあ、この感じだとちょっと放置かな。まあられ2本目使わせたんで、これで相手がまあちょっと攻めづらいかなという感じですかね。変なおじさんで落としましょうか。なるほどね。確かに空2枚はだるいな。まあでも問題はなしですね、とりあえず。おも片付けてあげて。ここ取られちゃうとね、まずいんで、スケルトン流されちゃうんでね、取られないようにカバーしてあげて。ただまあドローですね。こればっかりはしょうがない。両方とも空か。で、間違いなくスラスケですね。よし、次やっていきましょうか。さあやっていきましょう。お相手がミノガリーダー。ミノガリーダー。裏なんだろう。メタドラかな。メタドラか、キメラか、バルガか、ナスか、ヒドラ。結構いるな。何来るかな。個人的にバルガだったらありがたい。ヒュドラな気はする。まあ行こうかな。トレガが頑張ってくれたら嬉しい。あとやっぱニジエル普通ですね。さあ大砲打っていきましょう。飛ばない。これ謎に飛ばない現象よくわかんないですよね。なんか大砲の出方がババ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 ってあのバラバラに出る場合もあれば、なぜかわかんないけどまとめて出てきて飛ばないみたいなこともあったりとかして。わお、とてもだるいキャラクター。痛い。それいいよ。
状態異常入ってほしいな。あそこで抑えられてるのがでかいっすね。さあいい感じ、ベビーを2体目無駄にさせた。そして出てきたのはミノガール。まあこのミノガールをどう倒すかっすね。お、それはでかいな。お、寝た寝た寝た。なんかとんでもないこと起きてる。うん、いいんじゃない。これはもう止まんないでしょ、止めらんないでしょ相手。うん、いいんじゃないかな。 OK、 ケルベロス、あとラストですね。で、あのチビブルもラスト。なんとか干渉まで持ってきたいんだが、どうかな。チビブルに殴られてますね。うまいこと取っていく。いいよいいよいいよ。干渉のつもりだったんだけど、いけていけて点差だなこれ。ダメージは OK、 ナイス、いいね。とりあえずなんとか点差勝利。 うまく守られましたね。チビブルが強かったな。この砦の横のチビブルがマジ強かった。クイーンビーでしたね。さあ、そしてお相手がウサギリーダー。あのね、ウサギ前回のね、情報で HP 上がったんですけど、あれが結構やばいんですよ。なんだろう。今まで届かなかったところに届くって感じ。結構強いんですよね。まあ、リーダーで使うキャラかって言われたら、まあ、裏引きかなとは思うんですけど。あ、惜しいな。で、今回、ちょっとラビット止めらんないと怖いんで。ラビットをしっかり止めれるキャラを引いていきたい。うん、妥協。これ以上回せない。パンダで。今回ね、あの、パンダが情報されて、対ウサギでね。鳥でこれ超欲しかったな。取れないですけど。お、ブロック装備だ。まあ、これ絶対間に合わないですけど、打ってくれたら嬉しいな。お、ラッキー、いいですね。ちょっと前気味のオジハウ、本当はもっと引きでもいい。さあ、これは2枚の騎士に行きましょう。 OK、 いいよ。さあ、いいよ。そしてこれは白前ケルベロス。こっちはこのまま倒しきる。いいね。そして爆弾親父2体。OK、 さあ綺麗に処理をして、こいつをね。 OK、 素晴らしい。ウサギあと2体なんで使っちゃいましょう。ここはね、エルフも使ってあげて。いいよいいよ、悪くないよ。はい、 OK、 いいよいいよ。ファンダ頑張ってるよ。頑張ってるが、さすがにきつそう。リーダーのウサギは別格ですね。これはもう天狗いっちゃいましょうか。もう食らっちゃいますけど関係ない。さあいいよ、ドン。さあいいダメージ。最近ね、なんかね、うちのね、天狗頑張ってくれるんですよ、嬉しいことに。最初はまず迎撃キャラで相手の進撃を削る。まあ言うても爆撃しか残ってないんで、削るも何もって感じですか、感じかもしれないですけど。あ、勝てそうですね。相手もキャラいないですか。よし、ナイス、干渉。
いい感じ。うん、なかなか強 P が渋いな今日。さて、お相手がチビクロリーダーですね。チビクロか、チビクロなら何引けばいいかな。まあアンチを引くのが一番いいですけど、リーダーだと確かねビートルで勝てないんですよね。確か相打ち、まあ、金バッジやったら あの引き分けから倒した気がするんだけど、ハーピーはねありなんだけど、あ、行きますか。よし、エルフ UFO。 まあただこれ金バッジがキメラいっちゃったんですよね。この金バッジがねエルフ虹でね UFO だったらねマジ神札なんですけど、まあハーピーとプラスアルファでチビクロを止めたいですね。万が一チビクログリコ邸とかでルッパしてきてもエルフがいるのでそこは問題なしですね。OK 取れるよ。さあナイス。とりあえずここはいいですね。ここも流していきましょう。でここ一回大砲撃ってあげてキメラで処理、兵士だけ抑えてあげて、うん、いいよ。ちょっとキメラ触らしちゃったかもしれないけど、まあまあしゃあない。さあまあいいでしょう。コスト使わせられれば何でもよし。うん、まあこれでキメラはだいぶ食らってしまうんですが、あぶね、重ねミスった、最悪。これは最悪ですね、やらかしましたね。これはねやらかしてる。オッケー、倒したのは偉い。倒したのは偉いが、問題はこの後。止めろ。2、1、ハッピー頑張れ。そうだ、ハッピー頑張れ。いいぞ。多分ね、てかハーピーが超強いんだけど、超頑張ってる。ワンチャンハーピーだけ止めれる？もしかしてハーピー強っ、マジ？ハーピー強っ待って、単体で止めれる？相手のチビクロがフルじゃないのか。なんか捨て出せ引く感じだな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。いや、まあ、なんとか、セーフって感じですね。ちなみに今のチビクロリーダー負けたらマイナス80ぐらい持ってかれてました。超怖い。超怖すぎる。強 P 差が600ぐらいあった。はい。そうですね。なんか、なんだろう。今日マッチング、今8000かな全部で。44で取ってるんで。あんまりよろしくないですね。全部一桁以下。一桁以下。以下ってゼロなわけないんだから一桁ですよね。まあ、なかなか良くない。ちょっと時間ずらしてやろうかな。はい。とりあえず、まあ、こんな感じで、今1675、なかなかね、がっつりガッと上がんないですけど、まあ、地道に頑張りたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。